アルミン、大丈夫？顔色が悪いよ。エレンたちと同じ班だったよな。あいつらどこ行ったんだ？アルミン、まさか。見りゃわかるだろ。全滅したんだよ、こいつ以外は。うるせえな！アルミンは何も言ってねえだろ！こんな巨人から丸見えの場所でおしゃべりしてる場合じゃねえ。私らも食われちまう。やめて二人とも。とにかく目立たない場所に移ろう。アルミン、動ける？お前ら、休んでる暇はねえぞ。巨人どもにだいぶ押されちまってる。市民の避難はまだ済んでねえ。今公営に抜けられたら大変なことになるぞ。うん、でも気になることでもあるのかい？何があったのか大体察しはつくけど。とにかく今は時間がねえ。生き残りの兵をかき集めて少しでも巨人を食い止めるぞ。あなたは先に行ってて、私たちも後で合流するから。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる？アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました！エレンは僕の身代わりに。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか！
本部に突っ込むなら今しかねえ。行けるか？この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。ごめんなさい、エレン。私は諦めない。やるよ、これ。あったかいだろ。ほら、早く帰ろうぜ、俺たちの家に。死んでしまったらもう、あなたを思い出すことさえできない。巨人を殺してる。